皆さんこんにちは、だるま屋六代目です。今日はちょっと訳あって、自宅で撮影しているんですけど、YouTube ライブをねこうよく見ていただいている方はですね、家なんだなと分かる、ここでねこの感じでいつもじゃないけど、自宅で YouTube ライブやるときはこんな感じなんですが、今日は訳あって家で撮影しておりまして、今日大きく2つありまして、1つは、展示会がね無事昨日終わりまして、天気がね最終日はちょっと雨でしたけど、全体的には、天気も良くて、お客さんもね結構いらっしゃって、良かったなというところでございます。はい。で、もう一つが、ご来店いただいた方ありがとうございましたということで、で、もう一つが、日曜日、だから3日目だね、展示会3日目の夜にですね、うちの子供がですね、すごい熱が出て、39度以上出てですね、次の日の朝から病院にこう連れて行ったらですね、なんとコロナ陽性ということで、あんまりね普段うちの子風邪ひかないんで、熱の出方もちょっとおかしいなと思ったんですけど、で僕もここ1週間ぐらい、僕はねもともと喉弱くて扁桃腺しょっちゅう腫れるんで、疲れたりするとねっていうのもあって、一応じゃあお父さんも PCR やりましょうってなって、僕は陰性だったんですけど、子供がねコロナ陽性で、もうそのまま月曜日は仕事を休まざるを得ないということになって、展示会最終日僕はいない状態だったと。ということでですね、保育園も10日間、行けなくなってしまって、でプラス僕ら家族全員濃厚接触者ということで、自宅で、おとなしくしてるということになってしまいました。はい。で、お客様にねちょっとお願いというか、営業に関する、変更点というかね、1週間の、変更点をちょっと説明しておこうと思いまして、1つはというわけで僕はいませんっていうことです。はい。僕に用事があってお店に来ようと思っている方はですね、申し訳ないんですが、ちょっと来週のね後半以降でも、ちょっとねこれから先僕は移る可能性も一応あるので、変更あれば連絡何らかの形でしますが、来週の水曜日までは僕はいないということになりますが1点目で、2つ目がお店の営業時間をね、それに伴ってちょっと営業時間4時までっていう形にさせていただきます。うちの親父はいるんだけれど、ちょっとね心配な点もあるんで、お店開けるにはなので、一応4時までの営業とさせていただくっていうことが2点目で、3点目は、一応ね YouTube で、この YouTube の場なんで、で言っていた明日の夜の YouTube ライブですね、水曜日の夜やっている YouTube ライブはちょっと今回はねちょっとお休みとさせていただいて、できれば来週の水曜日に、順延、来週の水曜日やるっていう形に予定しておこうかなと思っております。はい。ということで、僕はいないよってことと、来週のね、木曜日には復帰してると思いたいんですが、映らなければね、あと家族でね誰か映るとまたその隔離期間伸びちゃうと思うんで、ちょっと予断を許さない感じではあるんですけれど、僕はいないよってことと、4時までの営業になりますってことと、YouTube ライブ明日のね水曜日の YouTube ライブはとりあえずなしってことになりますよというお話でした。はい。一応ね仕事もねなので、だるま屋に僕は行けないんで、もうほとんど従業員に LINE で質問されたのを答えたりとか、あとお客様からのね LINE の返事は出したりとか、仕立て屋さんから質問答えたりとかって、そういう感じでねやってるんですけど、いろいろとねちょっと連絡行き届かないところもあるかもしれませんが、なるべくね影響を出ないようにしますので、引き続きよろしくお願いしますというところで、一応ちなみにゴイチ君、ゴイチがなったんですけど、ゴイチ39度8分くらい出て、ちょっとねビビりましたね、夫婦言ってるし。で今はもう今日で、発症してから、1、2、えっと、日、
でしょ。でも月曜発症ってことになってるのかな、発症して2日目っていう扱いになってる。まあ夜からいや3日目なんですけど、なんですが、もう熱下がってて、声がちょっと違和感あるかなぐらいでですね、本人至って元気で、もう家の中走り回ってますんで、まあ一応体調面、まあ、なんていうかな、油断はできないけれど、今のところ、ね、熱が出た、2日間ぐらい熱出たってだけで元気ですので、まあ僕も今のところ変わりないので、まあご心配なくというところでございます。はい、ということで、今後ともよろしくお願いします。展示会お越しいただいた方ありがとうございました。ということで、バイ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 バー。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。